こんにちは、皆さん、キキです。今回は母音について、こういうふうに母音に対する考え方を変えたらベトナム人に通じやすくなったという自分の経験から動画を作ります。これが僕の考える母音の練習方法、あーだこうだ言うな、とにかくあーから練習しよう理論です。口の開き具合、喉を使う、舌の位置別に分けて練習しようという考え方です。それでは動画をどうぞ。正直ですね、市販のテキストを読んでベトナム語の発音ができるようになったとか、聞いて覚えましたとか、そういう人は本当に語学のセンスあるなと思うんですよね。僕はいくらテキスト見てもできませんでした。なので僕の場合は、なんていうかな、母音に対する仮説を自分の中で立ててました。なんかこの母音は、まあ、ここから音が出るんじゃないかとか、まあ、こういう風にしたら通じるんじゃないかとか、まあ、一人でいろいろ考えてたんですけど、最近もう一つなんか新しい仮説を立てたんですね。まあ、そのもう一つっていうのが、まあ、テキストに載ってる母音の並べ方にあるんじゃないかなってことです。テキストだと、まあ、やっぱりうはうで、おはおで、えはえでみたいな、そういう感じで、まあ、大体どのテキストもそういう順番で並べてますよね。でもそれに対して疑問を持つようになったんですよね。そのきっかけになった画像がこれなんですけど、12母音の発音図。これを見ると舌が A になってますよね。で、あの上に行くにつれて口の開き方が小さくなる。で、舌の位置も、まあ、右と左で書いてますね。前後。これをちょっと逆さで見てみて、あ、A から全て始まってんのかなって、まあ、一人で思ったんですね。で、そこでちょっと自分なりにスケッチブックに書き直してみました。では始めます。まずこの、まあ、僕の考え方の中心はとにかく A が中心ですっていう考え方です。で、ではまずこの緑のレーンからいきますね。一度読んでみます。これはあーあですね。あ、あ、お、う。まあ、今ので僕が何を言いたいかというと、まあ、こういうやり方でいくと、ただ口の開き具合を大から小にするだけで音が変わっていくんです。するとこうなります。もう一回いきますよ。あ、あ、お、う。今度は一つずつ注意点を加えながらいきますね。あーはあー、あーはまあ成長がないんで少し高めに平坦に読んでください。あーで次、あー、ここは口の中を響かせてください。まあ、ただ単に口を開けるんじゃなくて、口を開けることによって口の中を響かせる。あーあー、それが口を少し大きく開けるっていう、あのよくテキストとかに書いてある本当の意味です。で、次は舌ですね。さらに口を小さくする。するとこっちのおーおー、これは声を唇と歯茎の間、そこに当てる感じですね。このまあこう上がってくる、もうおーという音をここに当てる。歯茎と唇の間に当てる。おーおーおー、するとこういう音が出ます。で、さらに下に行きます。さらに下に行くとこれですね。うーうーうー、これはちょっと説明しにくいんですけど、まあ、これは単純に言うと、まあ、これよりさらに口をこうすぼめて言う、まあ、そういう「う」って音なんですけど、それだとちょっとよく分かんないよなっていう人は、ちょっと一回あの 歯ですね、歯を一回歯をこうやってくっつけてから「う」って言ってください。言うと多分ここの音より多分少しまださらに下に行き過ぎちゃうんですよね。なんでここの音、その行き過ぎた音は、まあ、間違いですよ間違いですよ、まあ、行き過ぎた音とここの上、この間の音を出すようなイメージ。おう、う、こんな感じです。ちょっとこれだけ説明がいまいちですいません。
では次はこっちのオレンジのラインいきます。このオレンジのラインのポイントはこの A と A って言ったら分かりにくいですよね。あと A、ここの口角が同じ、そういうところですね。まあ単純に比べてみますよ。まあ僕が言いたいのはこの A から A に行くときに、この口の大きさは少し小さくなるけど、ここの口角ですね、ここは変わらないってことです。要するに、まあ、大きめですね。ここを保つ、これがポイントです。でもここまで A まで行ったら、またさらに今度は口の開き具合を小さくする、それだけです。それだけで音が変わります。でまた下に行きます。そうするとまたさらに口の開き具合を少し小さくするだけ。わかりますか？本当このレーンで考えるとすごく単純なんだと思うんですよね。もう一回いきますよ。ただ単に口の開き具合が小さくなっていくだけ。こういうふうに練習したら僕は分かりやすいと思うんですよね。では最後に真ん中いきます。正直真ん中はつなげなくてもいいかな、まあ、こことここはつなげてるんですけど、つなげなくてもいいと思います。なんでこことここ、まあ、これとこれだけ、まあ、なんでちょっと別にしたかっていうと、まあ、この2つはちょっと喉から声を出す音ですね。例えばこのこれはまあよく使うのは、まあ、ディアンクームとかのクーム、ご飯のクームですね。まあ、この音ってもうこう単純に聞いてみて日本語にはない音だなって思いませんか？何が違うかっていうと、もう喉から声出してるんですよね。喉を少し震わして出してるのかな。ちょっとうめき声に近いんですけど、口の開き具合はこの横のこれとこれと同じぐらいです。で下に行きます。下に行くとただこれも口の開き具合をさっきより小さくして、さっきはこうでしたね。こっちはこんな感じです。これも口の開き具合の差でできるんです。これだけ見たらすごい単純じゃないですか。教科書はなんていうかな、もう「う」は「う」で「お」は「お」で、なんか3つ合わせてこう練習させようとしてくるから、だからなんか余計こんがらがるんですよね、頭の中で。まとめ&補足。ベトナム語の母音が難しい理由は母音のグループ分け考え方にある。母音はまず下の一別に分ける。そして母音のトレーニングをするときは口の開き具合の目安を設けるため、 ABC の A を中心とした発声練習をする。しかしこの2つは喉から声を出すため、よりこもった音になる。他のポイントはちょっと属性が違うと捉える。大切なのは意識を変えること、そして練習量。僕はこのやり方が母音の練習に効率的じゃないかなと思います。どうですか？ちょっとよかったら感想をもらえたら嬉しいです。